こんにちは、サラです。こんにちは、キヌです。偶然服と髪色が被るっていう事件が起こってます。事件です。私の顔も事件です。今すっぴんで十分可愛いで、今回はキヌちゃんにとんでもないメイクをしたいと楽しみに行っていきたいと思います。お願いします。まずキヌちゃんは乾燥肌らしいんで。そうなんです。めちゃめちゃ顔が砂漠なんだってなんだっけ、ヘイミッシュのベースを使います。なんか初めて会った時はさ、うん、まだ子供感あったけどさ。私ですか？そう、1年ですごい大人になった。本当ですか？うん、クッションファンデ使っていきます。キヌちゃんはお肌が白いのでエイプリルスキンの21番を使います。はい。めっちゃ綺麗とか言ってどんな喜び方だよ。このイニスフリーのパウダー重ねていきます。はい。これあれなんですね、スポンジも黄色いんですね。中身初めて見ました。確かになんか限定のパッケージなのこれ。うんうんうん、言われてみればそうだ普通のパッケージってさ、緑色のやつですね。パフが白ってこと？白です。あ、ツヤ肌がね好きらしいので。どっちが好きですか？私ね、ツヤが好きなんだけど、うん、オイリーだから。あー、なんかもうツヤを超えてテッカテカみたいなリンメルのペンシルを使います。良いですか？これめっちゃ良い。へー、毎日使ってる。キヌちゃん眉毛描きやすい。本当ですか？うん。はい、でキヌちゃんは今髪の毛が明るめなのでインテグレートの明るい眉マスカラを使います。はい。あ、全然違う。てか眉毛綺麗。本当？もうサラさんにメイクしてもらうとか安心感しかないですもんね。マジで、うん、やったんだけど。やったんだけどやったんだけどって何？やったやったなんだけどって多分言いたかった。エクセルのスキニリッチシャドウ SR07 番、ピンク系にしよう。イエーイ。ラブライナーリキッドのダークブラウンを使います。こらえてたでしょその姿にもう笑っちゃったダメだこれ負のループ。一回落ち着かないと。どこのビューラーですかこれ？エクセルの。へえ、めっちゃ上がるよ。なんかね、何年か前の限定のいつでもで買ったやつ。いつでもっていつでもっていう意味なんですね。やっぱそうだよね。でなんかこの間誰かに聞きましたそうなんだって。そうなんですか皆さんマジョマジョのラッシュエキスパンダリキッドエクステ。ありがとうキャラメイクの PW34 ってやつ。キヌちゃん濃いリップがさ似合うよね。やはり。本当ですか？うん、もう濃いのばっかつけてるかもしれないです。ピリペラシュガーグロー。すごい、なんかスイカの匂い。メロンの匂いしないこれ？わかんない確かにメロンかもしれない。うん、できた。イエーイ。え、
違う。違う。いつもと顔が全然違う。ね、違う濃い。濃いですか？うん。可愛い。めっちゃ似合う。本当ですか？うん、はい。ということで、キルちゃんにメイクしたらこんなに、こんなに。こんな感じになりました。あ、昨日ね、任天堂スイッチを買ったんで、これからキヌちゃんとおやつを食べながらイエーイマリオカートパーティーをやります。楽しみです。ということで、チャンネル登録とツイッターとインスタと、キヌちゃんのチャンネル登録とツイッターとインスタよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラとキヌでした。なんかすごいこの姉妹感。、ね、すごい。